縦に送りました。伊藤からのボールがゴール前に行ってシュートを放った。先制点は柏レイソル、瀬川選手ですね。背番号18、今シーズン3度目スタメン瀬川が今シーズン初ゴール。伊藤純也です。東がマッチアップします。またぎから入れ替わって柔らかいボール、お前と先制レイソル。うわすごいですね。伊藤の突破、最後は落ち着いて瀬川。オレンが折り返した、シュートだ。1点返した瀬川です。ディフェンスからしたらほとんどボール見えてないような状況だと思うんですよね、はい、チアゴ・マルチェスを背負ってのこの折り返し、センターに入れて小泉、瀬川のところ、うん、おー決めた。綺麗なトラックから振りの速いシュートでしたね。オンサイド、ラストパスから瀬川、先制レイソル。一瞬のタイミング見逃せませんでした。レイソルクリスティアーノから、さあこのハイボール、おーっと瀬川だ。これで4試合連発。いやーレッツはどうしましたかね。柏レイソルです。こういう形でいいから打ってことですよね。シュート、いやーゲット、これでいいでしょう。瀬川ですね、見事なゴールですね。今シーズンの7点目です。すぐに追いつきました。ここ勝ててますからね。クリスチャーノ、クリスチャーノ、クリスチャーノまだ持っている。ワントラップして瀬川シュート、ゲット、見事だ。今日2ゴール。落ち着いてましたね今ね。クリスチャーノ頑張りましたね、はい、今ね。これも拾ってもう一度チャンスを伺います。大谷、裏を取りましょう。チャンスだ、山田フィニッシュ、だーレイソル、瀬川得点、2対1勝ち越し。瀬川に得点が生まれました。これで9ゴール、2桁まであと1ゴール。クリスティアーノから逆サイド、チャンスですね。瀬川に飛んだ、瀬川打てるかどうか、持ち込んでいく、そしてシュートへ、ゲット、来ました先制、柏レイソル。クリスティアーノ、また小池が上がってきた、いいボール、中央では瀬川待っている、瀬川へ、決まったか、決まったかどうか、決まっています。オンサイドでした。2点目瀬川、今シーズンの2ゴール目。さあキッカーはクリスティアーノ、オルンガは集団の中、ここもオルンガを狙ってくる、こぼれ球決まった、素晴らしい、逆転、最後瀬川のゴールでしょうか。すぐ入れる、オルンガの頭を越えていきますが、最後押し込みに行きました。先制は柏レイソル、一瞬の隙をついて瀬川がゴールを決めました。上城さとき、ゴール前、おっとここは、あーっと押し込んだ、瀬川だ、柏レイソル同点。39分、18番の瀬川が押し込みました。ミスになりました。瀬川の狙って線が入った、低い弾道決まりました。追加点、柏レイソル、瀬川のゴールが決まりました。上が吹かれました。ボール
がニアでバウンドしていく。ここは跳ね返していく。セカンドボール遠目から打っていく。早速先制点です。早々に動きました。いきなり瀬川が決めました。開始2分、高橋が上がってきます。中を見て中3枚、低いボール中央、瀬川合わせて柏3点目、完璧です。瀬川が打った。柏レイソル豪華賞、湘南戦3点、浦和戦4点、今日5点、なんと3戦12点。受けたクリスティアーノが北爪を走らせます。チャンソン力が出てくる。おっと、流し込んだが JCL のカバーギリギリ、まだありません。中入った、チャンソンの逆サイドがいた。瀬川だ。始まって20数秒柏レイソル大きな追加点、チャンピオン相手に2対0。今度はどうするか。もう一度遠いところに来た。オルンガを狙ってきました、これこぼれてシュート、どうか、ゴールは認められました。同点ゴール、瀬川が決めました。セットプレー、こぼれたボール。